おいしいと言い出しゃ今日はおまけしちゃうの。毎度あり。いらっしゃいませ。おかやめありがとうございます。おかやめ ありがとうございました。いらっしゃいませ。おかやめありがとうございました。いらっしゃいませ。おかやめありがとうございました。次になりました。いいニュースをお伝えします。ロックフェスティバルで地元活性化を。ということで、WEB とフェスが開催されました。ザ・ヨーグルトクリアで全大同社、マシノミーに聞きました。こういうニュースは信じないことにしています。え？聞いてませんでした。はい。富士のみニュース。PLACK がお伝えしました。今ちょっと、不機嫌です。UGMYNANCY と喧嘩しました。腹が立ちます。じゃあ、このイライラを沈めてください。こんなに食べられません。いただきます。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。許しません。ダメでした。人生、そううまくいかないものですね。仲直りできませんでした。クマちゃんが、私の青春なんだよ。クマちゃんが、DICK の人生なんだよ。ことがありました。JULIOR と喧嘩しました。腹が立ちます。いただきます。いただきます。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれをあげます。おはようございます。毎日、寝る時間がだいたい決まっています。
私、疲れてるかもしれません。いただきます。ちょっと聞いてみてもいいですか？穏やかな気持ちになりますね。ちょっと飾ってみます。モビールはほっこりしますね。ちょっと覗いてみます。不思議な気持ちになりますね。すっかり立ち直りました。お礼にこれをあげます。これは内緒ですけど。鏡に映った自分を眺めるのが大好きです。してたんですか？本番に強いとよく言われます。こんばんは。しじみのミーニュースをお伝えします。WED 島の近海に沈む沈没船 NALCYLYDIAGUY2000 からコルクの蓋が引き上げられました。今回発見されたのは17世紀に製造されたコルクの蓋です。鑑定を担当したコルクの蓋の専門家 WILFREDC によると、冷たく日の当たらない海底で保存されていたため保存状態は良い。ただし、少し魚に限られているので、味は約600円くらいだろう、とのことです。マジの身に聞きました。こういうニュース、好きです。ニュースにするほどでもないと思います。はい。しじみの身ニュース。ZOE がお伝えしました。SHREJR ご喧嘩しました。腹が立ちます。じゃあこのイライラを沈めてください。
それじゃあ、ひとつロア見てきます。やっぱりしました。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ごめんなさい。許しません。ダメでした。人的、そううまくいかないものですね。できませんでした。不毛な人は嫌いっていつも言ってるでしょ。今ちょっと不機嫌です。いただきます。落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。許しません。ダメでした。人生、そううまくいかないものですね。仲直りできませんでした。クマさんが一番好きなのは、私だの。SHREJR この仲直りしたいです。こそごめんなさい。仲直りしませんか？はい。ありがとうございます。できました。お礼にこれをあげます。おかげでしゃっくりが止まりました。LOLAV に友達になってほしいと言われたのですが。
気が合うかわからなかったので、今日は友達になりませんでした。一人で過ごす時間も大切ですよね。遊んでください。CHEFPEP のそっくりさん、2週間ぶりですね。SAMUEL とは合わないと思っているのですが、私と SAMUEL のことをどう思いますか？そうですか。私が思っているより合うのかもしれませんね。お腹空いてそうですね。いらっしゃいませ。おいしい酒のいらっしゃい、毎度あり。おはようございます。7時のミーニュースをお伝えします。心が温まるエピソードをご紹介。アロマキャンドルが木の枝に引っかかり、取れなくて泣いていた JULIOR、ムーデン、B、マジのミーに聞きました。ほら、LOLA の言った通りでしょ。今、テレビに映ってるんですか？はい。7時のミーニュース。MELVIN がお伝えしました。おはようございます。JEFIOR と友達になりたいです。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれをあげます。栄養ドリンク。ごく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 。元気出ました。1234567891011121314151617181。おお、これはすごい。いつまでもできちゃう。SMOKE の靴下に穴が開いているのに気づいちゃいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お買い上げありがとう、ありがとうございました。
います。長年、専門家の間で不可能とされていた青い埴輪の開発に成功しました。見事、開発を成功させたのは、会社役員の SWEET さん。SWEET さんは、日頃から埴輪作りが趣味で、本業の傍ら、自宅の部屋で青い埴輪を完成させたとのことです。マジノミーに聞きました。あ、そう。私には関係ないニュースです。はい。6時のミーニュース。FMORENCE がお伝えしました。おいしいさくらんぼだよ。いらっしゃい、毎度あり。おはようございます。LOLA のそっくりさん。LILLY のことをよく知らないのですが、LOLA と LILLY とは気が合いそうですか？そうなんですか。ちょっと気になってきました。ありがとうございます。あと89万円で宇宙旅行に行けます。LOLA たちのセリフは A ボタンか十字ボタンの下で。おはようございます。7時のミーニュースをお伝えします。自宅にいながら運動ができると人気。最新式の CHEFTP ルームランナーはあらゆるランナーの走りに対応し、走行距離やペースなど全て CHEFTP さんにお任せで最高のトレーニングが可能です。マジノミーに聞きました。暇な人もいるんですね。もう見て見ぬふりはできませんね。はい、7時のミーニュース、SAMUEL がお伝えしました。ハラーナダースコードがありました。ROA スイート喧嘩しました。腹が立ちます。じゃあ、このイライラを沈めてください。いただきます。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。許しません。ダメでした。人生、そううまくいかないものですね。仲直りできませんでした。JONATHAN の母ちゃんでべそ。CHEFPP のそっくりさん、1週間ぶりですね。
音を聞いてみてもいいですか？穏やかな気持ちになりますね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれをあげます。ことがありました。JULIOR と喧嘩しました。腹が立ちます。じゃあ、このイライラを沈めてください。いただきます。それじゃあ、ひとっぷろ浴びてきます。さっぱりしました。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれもあげます。BROOKLYL は CHEFP が知らないようなこともよく知ってます。始まり始まり。それではお客様の中から。そこの暇そうなあなた。念じながら上画面に手を向けてこんな風にパワーを送ってください。お客さん、いらっしゃい、アイドアリ。また来てね。8時になりました。ミーニュースをお伝えします。巷で大人気の AVA さん、記念すべき第1回の相談者 AM 番組7年マジのミーに聞きました。なんだか小さいニュースばかりですね。それで喜ぶ人がいるのなら